で、明日はね、その生徒さんと一緒にやる曲以外に自分の、まあ、ソロでなんかやってくださいっていうコーナーもあり、で、息子さんが参加するバンドのギターの方が結局来れなくなったということで、そちらの楽曲も自分は参加するという感じですね。その辺も、今日は曲練、これ終わったらね、やんないといけないですね。まあ、Vlog の編集先にやって、ヘビーなやつ。これ終わらしてからだけど。で、明日のイベントが終われば、とりあえず一段落つくんで、もろもろやり残したこととかね、できるし、一旦落ち着くっていう感じですね。明日が山場です。はい、お疲れ様です。今日は3月4日です。はい。で、今日はですね、午後からレッスンでもう間もなく生徒さん来るんですけども、オンラインレッスンもありますね。で、やることリスト、そうだね、曲練、はい、これやります。明日がですね、生徒さんのイベント本番ですね。なので、その曲練を一応やっておきます。で、昨日ね、のりさんと一緒にオンラインで、リモートで、録音、チャレンジしてみたんですけども、まあ、ちょっと、まあ、難しかったかなっていうのでね、いい経験にはなったんですが、なんか鳴ってなかったかちょっと確認していいですか？あ、でもこれ、プレイバック、あ、そっか、聞けるか、俺。まあ、なんだろう、コンってなんかいたんだよね。で、のりさんにテイクをね、送ってもらったんで、一応当ててみようと思います。これに、これを入れる。新規トラック、はい。いいね。うん、結構よく取れてると思う。若干、なんか、車っぽい音が、ブーンっていうのが後ろにいたりするけど、まあ、大丈夫なんじゃないかっていう感じもあるね。まあ、取り直すとは思いますけどね、うちで。でも使えないわけではない。で、昨日のこの Vlog がね、画面収録とカメラ2台でやってたんですけど、すごいことになってますね。7時間ぐらい、収録時間が。これはね、編集やばいっすね。レッスンが1個終わりました。で、ここ続いてまして、もう1個レッスンですね。はい、呼吸を入れましょう。いやー、今来た生徒さんに怖い話されてめっちゃ怖かった。もう苦手なんですよ、怖い話が。やめてくれって言ったんだけど、始まっちゃったんだよね、怖い話。たまにあれですよね、コナンとかでも怖い時あるよね。なんか犯人がこうね、こう黒い感じでさ、こう影からこうやって見てたみたいな、ああいうシーンとかでも怖いなと思うから。まあ、でもウォーキングデッドとかもうそっちは慣れちゃったんで、ゾンビとかは別にいいんですけど、なんか日本って独特の怖さがあるよね。別にコナンはあれじゃないけど、ホラーじゃないけど。いやー、この Vlog やばいな。マルチカム状態のものを、位置を合わせるのがやばい。すげえ大変。じゃあ、ごめん、ちょっと待って、シェーカーを何種類か持ってきます。ああ、了解です。もう間もなく。生産来ますね。で、のりさんはプレイに集中。のりさんはプレイに集中。この辺か。この位置は OK。それじゃない。これも OK。
で A メロの時点で鳴ってたような気がするんだよな。 A メロの時点で鳴ってた、A メロの時点で、どこどこ、これじゃないかもね、これじゃないかもね、あ、これじゃないかもね、あった、ここ、あ、これじゃない、あ、これじゃ、よし、揃った、どんどん行こう、おおおお、こちらでのレッスンが終わりまして、次はオンラインレッスンです。はい。で、今日はこれでラスト。で、今来た生徒さんがですね、明日の、イベントの主催者ということで、一緒に演奏して、で、息子さんのね、お祝いパーティーみたいな感じなんですけども、連絡来たのよな。はい。何の話？そう、明日のイベントなんですよ。そう、お祝いのね、はい、それの、最終打ち合わせと、リハーサルというような内容に今日なりまして、よいしょ、では本日ラストオンラインレッスンやっていきましょう。そういえばさっきメールが来てて、サウンドハウスから商品を発送しましたって言って、なんだっけと思ったら、だいぶ前にさ、弦を買ったんですよ、一式で。多分それのどれかが在庫がなかったみたいで、でそれの到着待ちをしてたっぽいんですよね。それですごく遅れたっぽい、完全に忘れてた。ではやっていきたいと思います。こんにちは、聞こえておりますでしょうか。あ、聞こえました。うちもなんか隣が今なんか工事しててすごいうるさい、うん、ここ入っちゃえば大丈夫だけど、うん、寝室の方とかすごいうるさい朝から、うん、これは Someone in Love みたいなやつですよね。これね、アリス・イン・ワンダーランドっていう曲です。知らない？これ、これ、アローン・トゥ・ギャザーって曲ですね。はい、暗い、だいぶ暗い、暗いの好きですよね。はい、アローン・トゥ・ギャザー、暗いですね。見てみます。あれ、乗り気じゃないね一個も乗り気じゃないね、それ、ね、めっちゃいい曲だね。それ、アイリアル When I fall のとこじゃない。じゃあ、今日はこんな感じで、次回 B セクション続きやっていきましょう。はい、じゃあお疲れ様です。はい、本日のレッスンも終了しました。お疲れ様でした。ちょっと休憩。お腹空いたんで、なんか食べよう。でも食材がもう何もなかった気がする。なんか餃子とか冷凍してある。餃子焼くか。餃子でいいや。軽く食べて明日の Vlog も終わらせないと。明日の Vlog の編集がようやく終わりました。すっげー大変だったけど、なんとか完成しました。やっぱね、3日目で撮ってたし、大変だったな。いやー、とりあえず終わってよかった。で、一旦コンビニでね、
お疲れ様ビールでも買っておつまみとか調達して、で戻って明日の曲練とか、まあ、生徒さん の息子さんの方のバンドの曲とかね、一応さらっておきたいと思います。譜面はね前に作ってあるんですけども、まだ実際に弾いてないんで、とりあえず合わせてみたいと思います。それやって終了かな今日は。いやーヘビーだったな今日の編集は、すげー時間かかった。で明日のイベントを乗り越えればしばらくは落ち着くと思うんで、まあ朝練がその後日曜日すぐ迫ってますけども、うん、石井さんに最近買ったバリアックスのギターを持っていき、生徒さんから預かってるアコギを持っていき、ようやく部屋の掃除とかもできるよ。そしたら食材買いに行ってさ、またトマトソース作ったりさ、そういうのもやりたいですね。もうちょっとです。頑張っていきましょう。